はい、鷲ヶ岳に来ました。鷲ヶ岳の駐車場です。第2ラウンドが見えてますね。今から、今日、鷲ヶ岳の、センターハウス前の、積雪状況をちょっと見てみようかなと思っております。もう、ゲレンデはね、リフトは止まってますけど。で、青音が来る。鷲ヶ岳、土曜日はもうナイター、最近はやってないでしょ。で、バリバリだな、バリバリ。バリバリですね。日曜日だけナイターやってるんで、で、土曜日はね、ナイターやってません。ちなみに今日は、12月の、18日土曜日です。はい。ただね、明日もまだ、ナイターはまだです。確かまだです。よいしょ。はい。なんでかっていうと、雪作りに、スタッフが、そっちに回されてて、ナイターはね、やれないということですね。全体的にやっぱ色ついてますね。白い色がね。ただやっぱり、ダイナとかね、と一緒ですね。うん。こっちも、11センチぐらいだね。ダイナが13センチぐらいだったから、ダイナランドより2センチぐらい低いね。うん。ダイナより1センチぐらい積雪が薄いですね。はい、こんな風に、土日月と高須のパクトダイナランドを中心に、一日ね、15本ぐらい動画をアップしております。そういうチャンネルなんで、今日もね、高須のパーク、滑ってきました。いろんなコブとか壁とか、パウダーとか、ぜひどんな状況か見たい方は、見てください。あとね、先週、ホワイトピアと、鷲ヶ岳と、ダイナランドと、高須スノーパークのね、人工雪コースも、滑ってきたんで、どんな状況なのか、人工雪コースね、見たい方はぜひ見てください。はい、ということで明日ね、高須スノーパーク滑りに行きます。はい、チャンネル登録よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。